脳梗塞リハビリセンターの送るビジリハビリ。今回はタオルで腰を擦る運動について紹介します。こういう風にして輪っか状にすると、ですね、こういう形で背中をまんべんなく洗っていただきながら、背中にこうタオルが当たる感じがしなくてですね、ちょっと緩んでますね、はい。皆さんこんにちは、脳梗塞リハビリセンターの福田です。角地山です。今回の自主リハビリは、麻痺側の腕が動かしづらい方や硬い方におすすめです。麻痺側の腕の機能を改善するためには、日常生活で使う機会をできるだけ持つことが重要です。ただ一日の中で時間を設けてトレーニングすることを継続することは容易ではありません。そこで生活に必要な動作の中で麻痺側の腕を使うことは非常におすすめです。今回はタオルを使った両手動作にて、良い方の腕の力で動かしながら、麻痺側の腕の動きを自然と促す作用があります。すぐに腕の機能が改善するというものではありませんが、日々の積み重ねが改善に必要です。ぜひお試しください。それではご覧ください。それでは実際にやってみましょう。でタオルをですね、こう持ちづらい方っていうのは、今ちょっと角地山さんが持ってるような形で、これ2つのタオルをですね、端っこ縫い付けてあるような形です。こういう風にして輪っか状にすると、片方の腕で持ちづらくてもやることが可能です。ちょっとじゃあつけてみてください、はい。こう麻痺側の腕にはこうやって引っ掛けます、はいはい。で引っ掛けてもらって、じゃあちょっとこう動かしてみましょう、はい。動きですね。で右腕が前に出すときに、この左手を引くことによって、この右手の前に出すのをサポートする。今度後ろ引くときは左手を前に出すことによって右手を後ろにする、アシストするというところですね。左手の動きである程度これが出せますので、右手の動きをこれでサポートしながら行うというような形ですね、はい。これはこう横だけの動きでいいんですか？そうですね、基本的にはこの横だけの動きで、肩を前に出す、後ろに引くみたいな動きになってきますね、はい。でプラス慣れてきたら、少しこう左手の方を上に持っていったりして、いろんな角度でちょっと動かせるようになってくると、そういう形でやってくると、またいろんな刺激が入ってくるっていう感じですね、はい。後ろから見ると、そうこんな感じですね。また腰の水平のラインに戻してみましょう。ですね、こういう形で背中をまんべんなく洗っていただきながら、この右手麻痺側を今右とした場合の練習になるという感じですね。結構上に行くとき大変なんですけど、はい、コツってありますか？そうですね、コツにはならないんですけれども、はい、やりやすい範囲、やりやすい範囲、そう、無理に変に例えば肩とかこういうところとかね、力がぐーっとこもっちゃうと逆に大変になってしまいますので、無理なくできる範囲で、で毎日続けていく中でちょっとずつできる量も増えてくるかと思いますので、はい、楽にできるところをまずはしっかり行ってください、はい。まあ、ループタオルだと左手で、いい方の手で操作して腕を動かせるのですごく楽だったんですけども、手は動くんですけど、背中にこうタオルが当たる感じがしなくてですね、ちょっと緩んでますもんね、はい。針を持ったままこう背中をこすった方がいいのか、それとも動かす方メインでやった方がいいのか、どっちがいいんですかね？基本的には針をメインでいいです。針を作るっていうことを意識しながら動かしてもらえればいいかなと思います。針作る時にまたすごい力が肩とかこもっちゃったりとか、はい、針を作る力が出せない場合っていうのは、その時は動かす方を優先にしてもらって構いません。一番はこう針がある状態で動かせる範囲で動かしていく。そうですね、そういう形がいいかと思います、はい。この自主トレ動画にご質問がありましたら、コメント欄にお書きください。
脳梗塞リハビリセンターでは現在初回体験が無料で実施中です。リハビリでお悩みのことがあればぜひご相談してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。